すげえ追ってるな、これ追ってるな、追ってるぞ、撮ってない撮ってない、追ってるぞ、撮ってない、それぞれが喋るから撮ってる、撮ってる、シャーシャー、ちょうどこの企画の時にシャーシャー、そう、そうで、釣り目がフワちゃんにあげたんですよ、で、間接的にコラボしたんですけど、もう何カメラモードなってるの、なってる、こんな急に日常が YouTube じゃん、なんでおめえなんだよそれ、どうタイミングで懐いてんだよどのタイミングで懐いてんだよこの子なんかもなんでこの人これできたからちょっとうーくんと並んで、ちょっとうーくんと並んで、同じじゃねえかよ、どうもあんたの旦那の女版でー芝居を女バージョンですか、もしかしていやマジでさ、コンビ組んだら爆売れすると思う、組んでんだよあんたらが、もうあ、そうだった、もう譲るわもうこんなに探し求めてた芝居を女バージョンいないだろ探し求めてたの、借りてないけど、これ借りてろこうやってさ3人が並んでてどっちが嫁ですかって言われた時に絶対こっちなんだもん、見た目知らない人が言ったら、知らない人に聞いたら100フワちゃんになるまあ見た目はそうだけど中身はあんたもあんたでヤバい、そうなんだよねそれはそうなんだけどねフワちゃんは何者、同い年、フワちゃんの同い年、みんなためかも、そう25イヤーズ25アホな何25イヤーズ子供よりうまくやんじゃねえよグッドビューはやっぱ芝居だな、グッドビュー変装してこいや、なんかリサさんと今日これからご飯食べに行くんですけど、うん、3人でね、うん、3人でリサじゃないんだよねあマネージャーの名前なんだけど、全然全然リサじゃ、もう帰ったよ、もう昔の元カノの名前間違えて呼ばれた人私リサじゃないんだけどあったー、狂ってる狂ってるで、3人でご飯リサ3人でご飯行くって感じでね、ちょっと目立つ格好しないでねって言ったの目立つ格好マジやめてって言ったの、あーすごいでそれでそれで来たのがこれよって、あー懐いてる、やっぱパパみを感じるか、パパみを感じるなんかね、運動会を企画しててですね、それでなぜかもうフワちゃんがすごい頑張っていろいろ考えてくれてるっていうそうなのなんかね、グループラインでいろいろ決めてるんですけど、ね、そう、私登録者も全然10万人すらも行ってなくて、みんな誰も知らない、挨拶もしてない状態でめちゃくちゃ喋るんですよ全員が、誰って思ってありがとう、それを無視して続けてます怒られるまでやり続けますでもさすがにもうみんな知ってるよね、いやクリエイター界隈でもう、あいつやべえよってやべえ、柴犬の女バージョン来たみたいないやだからもう、あやなんがすごい言ってくれるから、もうあやなん以降すっごい羨ましい、そんなことないよねでもアバの動画でみんな見てるって、柴犬もさアバの動画から見始めたんでしょ、あ見た見た、違うし、それもあんたが見せたんでしょ、え違うよね、ウー君が勝手に見たんだよね、勝手に動画見た、勝手に見てて、私まだ見てない時に、うん、フワちゃんの動画やばいよみたいな、えっ、ね、私まだ見てなかったからユーチューブ見ようって言ってみた、だって編集がもうやばいわ動画なんだよ、 DM すればよかったじゃん DM ってなんだよDM すればよかった歌うまい、あ、歌うまい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 、偏差値ないのこの子この子偏差値ないの、何ディレクションしてる、なんか何ディレクションしてる、何かやってる、何やるってこと、監督デビュー、怖い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 、どういうこと、こういうこと、うん、あたおかでした、あたおかあたおかって何、頭おかしい、頭おかしい子供でした、あたおかって言うんだねえ、出会っちゃった、いや本当嬉しい、マジで嬉しい、もう
だって YouTuber の女で唯一面白いじゃん、あやなんか。ええー、もう嬉しい。もう本当にありがとう。確かに俺もそう思ってたけど、フワちゃんも面白かった。もう怖いもん、私。もう無理だって思った。無理じゃない。しかもさ、本当に面白いからやな。え、しかも顔もさ、なんか割となんかちょっと美人じゃん。え、こちらで美人かな。ピサさんも、うんって感じだったからね、私の顔見て。でも、え、どっちかって言ったらリサさんみたいな系統じゃん。美人系じゃん。なんか、わかるっしょ。ブサイクではない。ブサイクじゃない。ブサイクではない。全然。でさ、そこもまた怖いなと思うわけ。全然なんか、ビジュアルも、芝居なんだよね。芝居もさ、そういう感じじゃん。芝居に似てるやつだ。美人じゃないし、むしろブサイクだと思う。じゃあお前ブサイクだ。すごいわ、イケメンなんだよ。すごいイケメンじゃん。あたおが夫婦でした。あんたは可愛いね。いつからさ、YouTube やってるんですか？ YouTube は、去年の4月、5月、4月5月ぐらいからね。で、ちょうど1周年ぐらいですね、まあ。あ、そうなの。もともと芸人？もともと芸人でやっていて、8.6 秒バズーカとかと同期、土佐兄弟が。そうなんだ。そうなんですよ。ネタはなんかあったの？もともと。それってなんか、はい、なんかネタがあってってこと？そうです。普通にもうお笑い芸人でネタやって、舞台でやってたんですけど、うん、なんか不謹慎なネタばっかりやって、その、何、うん、俳優の、うん、フリップの顔を、その菅田将暉とか矢野剛とかを8枚めくったら9枚目に、うん、あの渡辺正行の顔出てきて、うん、ってやるネタとか。なんかそういうのやってたら、そういうのばっかやってたら。追放されちゃって。追放されちゃって。あ、じゃあ今は違うんだ。そう。芸人は辞めたってこと？いや、でもその芸人も、一応、なんか、芸人 YouTuber が言いつつ。はいはいはい。あ、でも YouTuber は出て何にでもなれるもんね。うん。あ、確かに。M が出れるし。シンガー系 YouTuber とかもいるし、料理人系とか、美容系とかもあるから、じゃあ芸人系ってことだよね。確かに確かに。何にでもなれちゃうから。何でもね、夢あるから。夢あるから。ねえ、アップにしてるよね。アップにしてる。めちゃめちゃ一眼レフでウィってやったよね。え、でも真剣な夢の話してたもん。子供も飽きてるし。おいしいよ。あ、出た！マジだ、なんて言ってんのかわかんねえ。いい水だ。ママ、水。あれね、どうしました？ふわちゃんやばいな。うわ、嬉しいな、今日これ。もう、今日から、うちら友達になったから、で、これからリサさんが来るし。パン。え、パン。パン。死んだので友達消滅です。パン、パン。パン。え、何？パン。あ、私もフワちゃん攻撃されてる。いや、滑るんかい。滑るんかい。おスカシボケをしてくれました。高度なテクニックのスカシボケをしてくれました。今日からもうフワちゃんと友達になったから、なんか一緒にコラボとかしてほしい。うわ、嬉しい。マジで。やろう。やってやってやって。どっかさ、街に出かけてさ、買い物する動画とかだけでいい。もうめちゃくちゃ体張ってったりだ。いや、体は別に張らんでも、多分フワちゃん面白いもん。いや、張れる人がいないから。25イヤーズね。やめろ、このアホだと思う。25イヤーズ。変顔してる。負けじと今は変顔するタイミングじゃありません。フワちゃんに負けじと笑いを取ろうとしてるけど、取ろうとしてる。25イヤーズが面白すぎたから。そう、9イヤーズは変顔をぶちってやることが精一杯。2イヤーズ来月2イヤーズになる。来月2イヤーズ。2イヤーズ言えるけど25イヤーズは言えないみたい。25は英語で言えいいよね、あやな。あ、やめそう。いや、素晴らしい、強烈な女キャラが。いや、もう、本当に同盟、うん、もう、ありがとう。いや、マジでもう、アホな女が私大好きすぎて。いや、もう逆に、ほんとさ、私も、いや、ビューティー系の YouTuber さんは可愛いよ、でも、もっとこう、可愛いなと。あー、これわかるわ。アホ欲しいな。アホな女いないからな、なかなか。アホな女、なかなかいないよ。嬉しい。本当に嬉しい。
本当にうわー楽しみだなコラボで。いや質問コーナーでさ、なんかさ、その夫婦の痛みは何回ですかって、うん、あっ待って私ひっくり返るぐらい笑ったえおもろってうそというわけで、はい、今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。何これサブちゃんぐらいの回して感じ、サブちゃんサブちゃんサブちゃん、いいねこのいいでしょ、よろしくまたねー。ごちそうさまでした。この声出せるやつ全員ヤホこいつらもう切りまーす。さよならバイバイ